はい、先ほどですね、これがちょっと逆につけてしまったんで、ちょっと付け直しました。ちょっとアホですね。まあ組み直したんで、これから、戻していきます。やれやれですよ。本当に何やってんだっていう感じですね。では、ちょっとつけていきますか。これ確かこれがありましたね。これどっちがどうでしたかね。確か下だったような気もするんですが、ちょっと待ってくださいね。これが、です。つけるんですけど、どうついてましたかね。ちょっと、またカットしますんで、何回もカットして、すいませんが、ちょっと確認したいんで、とカットしますね。はい、何回もカットしちゃって悪いんですが、さっき報道の金具ちょっとどこについてたかわからなかったんで、まあ一応適当につけてみました。また何かあったらちょっと調べんといけんのんで、今ちょっとネジを回し締めしてたんで締めていきます。よろしいでしょう。で、こちらのケーブルをディスクの方に接続していきます。ちょっとカメラ遠いですね、さっきからずっと。みたいですね。それでは、このやつをはめていきます。
はめていくのはいいんですが、どうしようかな。カメラの方に向けた方がいいですよね。こう向けちゃって、僕の方がちょっと難しいんですけど、これと、この2本のケーブルをつけていきます。ちょっとやりにくいんで、やっぱり僕の方にちょっと向けます。これかなり難しいですね。あ、よいしょ。大丈夫かな。大丈夫でしょう。よっしゃ。繰り返して、ちょっと足が痛いですけど、さあ終盤ですよ。終盤長かったですね。四苦八苦もしながら、あとは立ち上げて、テストですね。うまくいってくれるといいんですけど、いやー、さっきからずっとカットしまくりで申し訳ないんですけど、まあね、修理も大変ということがね、もうちょくちょく分かりましたよ。これこんな修理したことがないですからね。まあ一番最初にね、学生の頃に、MSX1 の、ML8000 があったんですけど、あれがもうちょっと壊れてきちゃって、もう全然使わなくなっちゃって、もうパーになってしまったんですけど、
まあ、あれは、ちょっと、もう、処分という形になっちゃいましたね。じゃあ、OK ですかね。あと、ちょっと、仕上げに、カートリッジの部分を、掃除しときます。本当に でもこれでカートリッジの端子を掃除するったってこれ難しいですね。わなんかホコリがホコリっつうか綿棒の毛がくっついちゃいますね。綿棒あんまし良くないんですかね。とりあえず、ちょんちょんちょんとするぐらいでにしときましょうか。ちょっと綿棒あんまり良くなかったみたいですね。なんか綿棒の先っぽがちょっとまあ変なことを言ったら、綿菓子みたいな感じになってますから、あまりよろしくないですね。いいでしょ。ちょっと息をかけちゃいましたけど、はい、じゃあちょっとそれじゃあですということで、ちょっと一旦、カットしますか。ちょっとその前に、とですね、このコードの方なんですけど、ずーっと行きますと途中でまた延長のやつがついてます。でそれをずーっとまたたどりますと、とですね、あれなんですけど、S 端子の方がこうあります。で、ずっと来ますと、キャプチャーボードの方に来てます。はい、まあこういう感じでね、ちょっとノート PC の方へ、つないで、それを今度は、この今撮ってるビデオカメラでテストを上げます。それではちょっと一旦カットします。